はい、新宿駅前ご通行中の皆様、こんばんは、君の会でございます。おととい紹介したばっかなんだけど、っていうかね、ロシアで武装蜂起がありましたよって話をしたと思うんですけど、すいませんね、人の根も乾かずに終わっちゃいましたよ。あれみたいな、あれ本格戦闘どこ行ったみたいな感じでした。まあ、ただ今日の記事でもかなり情報は錯綜してて、司令部を抑えたって記事もあったんですけど、まあでも決定かな。おとといも言った、ワグネルかな、ワグネルの指導者が、ベラルーシへ、亡命しました。はい、あ、これはアウツだねってやつで、でちなみに残った、ワグネルの、動員されている人々はどうなったかっつうと、ロシア軍が美味しくパックンチョしたそうです。まあ全員じゃないでしょうけどね、あの契約した人たちはってことは、逆に言うとその契約するための準備をしてあったってことだからね。何がしたかったんかいのって感じ、マジ何がしたかったんかいのって感じ。まともなドッパで始まる前に逃げちゃったんだけど、これどういうことかな、よくわからん。正直言ってね、何が起きたしっていう目が点になってます、私も。はい、ね、最初はだからモスクワに向かって350キロぐらいまでみたいな話でしたから、ああこれモスクワに紫外線あるかなっていうぐらいにちょっと思ってたんですよ、私も。期待してるわけじゃないよ、まあでもそうなるだろうかな。はい、これで期待してましたっておっしゃってますけど、はい、まあね、そのぐらいかなと、そろそろ行くかなって思ってたんだけど、おとといガチだな、これガチクーデター行ったねって話を代表としてたんですけど、あれっていう、なんかワグネル根拠なかったんだね。あ、でも今日おとといも言ったんですけど、軍が本気だけでもないし、民間軍事会社って、はい、政治首相も何もあったもんじゃない、ね、ロシアの野党の地下の軍事組織が放棄したわけではない、営利企業が放棄したわけなんで、まあという結果なのかもしれない。はい、ただね、いずれにしても一個の局面だったと思ったんだけど、あるえっていう感じの終わり方だったなっていうところ。はい、一大局面始まったかこれっていう、祭り始まったかこれ、来たこれだよって思ってたんですけど、全然でしたね。つまらん、あ、つまらんって言っちゃった、ごめんね、人の意識にかかってるんだ、ごめん。はい、まあいずれにせよ、まだまだこれでクーデターが一旦落ち着いちゃいましたので、むしろさっき言った通り、ワグネルの構成員がロシア軍にパクッとされたので、ロシア軍に、兵員充当がされることでしょう。はい、兵員補充がされることでしょう。でこれで再び戦線が、やかましくなるのかな。でアフリカ方面からもワグネルの住民が集まってきてるって言ってるから、そこからも、ウクライナ戦線に人を張り付けるのかなってちょっともう私です。はい、このクーデターが果たして何を目論んでやられたのかがやっぱ気になるところでありますが、今後の動きまた注視していきたいと思う所存でございます。はい、皆さんはこのクーデターだったのかなっていうやつはどうお感じになりますでしょうか。ありがとうございます。